長年一緒にいて大好きなパートナーが、実は学生時代に悩まされていた気持ち悪いストーカーだった。もし、そんな状況になったら、あなたはどうしますか？今回は、夫が元ストーカーだったと発覚した一致のエピソードをご紹介します。子供もいる一致は、果たしてどんな結論を出すのでしょうか？旦那が学生時代に私を追い回したストーカーだった件。ちょっと長くなるけど、現在進行中？の修羅場を。旦那がストーカーだった。私と旦那は30歳過ぎてから仕事関係で知り合い、その後結婚した。優しくていい旦那で、子供たちもパパがママより大好き。結婚の話が出て、実家に挨拶となった時に、同じ市出身なことが分かった。同じ県だというのは知ってたけど、特に人口が多いわけでもないしだし、その時住んでいる地域からも地元は離れていたので、すごい偶然だね、とその時はそれだけだった。小学校が学区2つくらい隣で、中学高校も別だし学年も別だからただ同じ市出身なだけで共通点は多くない。でも私の中学の先輩が旦那の高校の友人というように、今まで気づいていない共通の知り合いがいることが分かった。私は中学高校と今でいうストーカーに悩まされていた。特別可愛かったわけでもないんだけど、ちょっとキモい感じの知らない学生につきまとわれていた。ほぼ毎日学校に現れて、たまに手紙を渡してくる。何度か断ったり無視したり当時付き合っていた彼氏に撃退してもらったりしたけど、なぜか中学高校と6年間追い回された。正直一時期外に出られないくらい怖かったけど、当時はストーカーという言葉も知らず、ただ怖かった。その後大学で別の地方都市に行き、さらに別の地方で就職して、何度か全国いろんな場所に転勤もしてからある地方で知り合ったのが旦那。で、先日旦那実家に子供と行った時、パパの子供の頃の写真みたい、という話になった。旦那からは反抗期で中学高校の写真なんて撮ってないと聞かされていたので、私は旦那の赤ちゃん時代と大学以降しか見たことない。が、義母が出してきたアルバムに、高校の頃の旦那、まさにあのストーカーだった。動揺しまくって覚えてないが、帰ってから正直に言わないなら離婚と旦那を問い詰めたら白状した。怖いの半分、でも出会って結婚した旦那、結婚して10年以上経った旦那は大好きで混乱している。ストーカーなんて言葉に踊らされるよりももはや一途に愛してくれてると考えた方がみんな幸せだと思うよ。異常な嫉妬や束縛 DV モラハラがないなら純粋にあんたのことが大好きなだけだろ。そう思え。いやでも、気づかないもんかね。高校、大人なら大して変わってなくね。以下旦那の白状した内容。友達が部活の試合で撮った写真にたまたま映り込んだ私を見て可愛いと思った。制服から中学を知り、行ってみた。とにかく好きで、大学も就職も調べて追いかけた。私が転勤するたびに近くに自分も転勤や転職をした。それだけ愛されてるんだし、旦那と出会って好きになったし今の旦那も好きだという気持ちと、あの時怖かったし自分の知らないところでそんなについてきていたことへの嫌悪感で揺れる。どうしよう本当に。ストーカーの愛が成就するなんて面白いね。ごめん拾ってなかった。そう思えたらみんな幸せだよね。でもすごく怖かったし気持ち悪かったんだ。見た目は、高校の時はぽっちゃりでメガネかけて冴えない感じ。30過ぎて会った時は普通体型で年相応の普通の服装でコンタクトだったから全くわからなかった。顔も言われてみればそうだけど、表情や髪型が全く違うから気づかなかったよ。怖いね。少し距離を置くことはできるのかな。今は混乱して当然だし、騙された。って思っても不思議はない。感情は理性より間違いなく強い。理性で抑えたら絶対無理が出る。距離を置いて、それでも好きならまた復活するのもありかと。でもお子さんがお小さいなら難しいのかな。難しいね。私だったら無理かも。昔のこと思い出して、どんなに理性で言い聞かせても生理的に受け付けなくなりそう。写真見て一目惚れでそこまで執着して、追いかけ回したメンタルが気持ち悪い。でも年配の人には美談に聞こえそう。そういえばうちの父も今で言えば母の元ストーカーだわ。確かに年配者の中では美談になってるな。過去を振り返って不気味に感じるのは仕方がないけど今となってはどうかってことじゃん。今現在ストーカーされてるわけじゃないんだしさ。歴代の彼氏たちの誰よりも誠実にまっすぐに愛情を注いでくれて誰よりも深い仲になったわけだろ。そういう男の純情を理解せず気持ち悪がってや。そりゃ女を大切にすることに価値を感じない男も増えるわな。男女逆で一途なネクラブスが努力して意中の男と結ばれる話なら、少女漫画の題材になるような美談と受け止めるんだろうな。すごいブスにストーカーされてて、その女が消えた頃に出会った超絶美人と結婚するんだが、それが整形したブスストーカーだった、というストーリーはホラー少女漫画によくあるパターン。もうストーカーって言葉自体に気持ち悪い犯罪者という意味があって、
旦那をそこに当てはめてる時点で当時の行為が犯罪的なのか熱意の表れなのかという際関係なく、もう気持ち悪い犯罪者、としか思ってないようだし無理でしょ。純情と思う人は、自分が同じことされても平気？純粋に気になる。平気なわけねえだろ。ただ今が幸せなら許せる気がする。このケースは現代では稀に見る成功例。これをキモいで済ましてしまうのはもったいない。食わず嫌い的に忌避してたけど、先入観なしに接してみればほぼ無害でむしろ惚れてしまう相手であることは立証済みなんだしさ。年配の美談の頃より、明らかに手が込んでる。便利な世の中になり身を潜めながらも情報をかき集めて接近してたって姿も怖すぎだし、何より学生時代に怖い思いをさせた張本人なわけだし、付け回されて怯えてた被害者だからこその苦悩でしょう？私も無理だな。そうなんだよね。結婚してるし少なくとも出会った後の旦那さんは好きだったなら前向きな言葉をかけようと思ったんだけど、怖さと恐怖を感じるのはわかる。その子供の時にいいなと思っていた人に知らず知らずに追いかけられ言うのであれば、まだ怖さはありながらも受け入れられると思うんだよ。もしくは、相手を知らなかったけど実はずっと追いかけられてたとかは、若干引きながらもまあいいかと思うかもしれない。今回のはトラウマ的に怖いと感じた相手だったというのがダメなんだよね。例えば、ずっと優しい両親と思っていた人が実は誘拐犯とか、それに似た違和感が出てしまうんだと思う。別れろという案件でもないけど、少し気持ちを整理する時間はあってもいいかも。過去がどうだろうが愛してくれてる旦那と生活していく方が楽なのは間違いない。夫婦間での力関係が784優勢ならなおのこと、問題点がストーカーの件だけなら、一時的な感情に流されず、出会ってから今まで彼と夫婦で良かったと思える点を考えればチャラにはできなくても少しは許せるかもしれない。笑い話にできればもっといいんだけどね。そんなに好きでいてくれたなんて、よりも、怖い、気持ち悪いが勝ってしまった。旦那は墓場まで持っていくつもりだった。本当に申し訳ない。離婚されても文句は言えない。でも子供たちのことを考えると離婚したくない、と言っている。とりあえず旦那にはしばらくホテルか何かで過ごしてもらって、子供たちにはしばらく出張と言ってある。私も中学高校だけならまだ許せたかもしれない。当時は怖かったけど、もう何十年も前だし、当時は携帯なんかなかったから、ありえないことではない。でも大学以降の仕事まで辞めたり転勤希望出して追いかけるっていうのがちょっと理解できない。出会ってから話した私自身のことも、初めて知ったという体で聞いていたけど、全部知ってたなんて、知りたくなかったよこんなこと。今の旦那は大好きだし、もしもう一度生まれ変わっても旦那と結婚したい。でも怖い。知らないところで監視されてるのってすごく怖いよ。出会った頃に私がちょっと古い映画が好きで、その話をした時に旦那が俺も好きでさと言って詳しかったのも、私の好みがドンピシャでわかるのも、ストーカーだったからなのかな。ごめんなさいぐちゃぐちゃしてます。子供たちのことを第一に考えて、結論を出したいです。これは周りが変に愛されてるからいいじゃない。今まで幸せだったんだろとかの正論を言ってしまうとダメな案件だと思う。両親なんかは無責任にそう言いそうで怖いけど、周りの友人も旦那つながりの人なら言うかもしれんが、それだと逃げ場がなくなって追い詰められて別れたくなる気がする。その正論はなしで、一旦別れて当然という状況で周りも落ち着いてから、少し時間と距離を置いた時にどう感じるかだろうね。男が人生かけて手に入れたいとまで思われて女冥利に尽きる。恋愛脳で理性の吹っ飛んだメンヘラでもなく冷静に目的遂行するあたりむしろ好印象。そこまで執着しておきながら手に入れてからも意のまま操ろうとしたりお人形扱いしたりしてないのもジェントルマン。そう思えないでグダグダ言うならもう離婚しかないよね。さっさと別れて気が向いた時だけ軽く愛してくれるくらいの男と一緒になるのが一番だろ。もうちょっと人と接した方がいいよあなた。考え方が気持ち悪い。そうか、指摘されて気づいた。中学高校の頃に外出するのも怖いと思っていたあの感覚。大学で地方に行ってもうストーカーはいないんだ、と解放されてのびのび過ごしていたと思っていたのに。実はまだストーカーはいたというのに恐怖があるんだと思う。でも、今の旦那が好きなのも結婚生活が幸せなのも事実。笑い話にできるかな。できるといいな。いやいや、本人の感情とトラウマの問題だからね。愛されて幸せじゃん、ジェントルマンじゃん。で済まされる問題じゃないよ。ストーカーの恐ろしさはされた本人にしかわからない。終わり良ければ全て良しとはならない。今、784の言うことを聞いて誠実に対応してるのが唯一の救い。時間かけてゆっくり解決できるといいね。しかしこの旦那、中高時代は、確かにストーカーチックなことをしてしまったけど大学以降はもうそんなことはしてなくて、転勤先で出会ったのは、本当にたまたまの偶然だった。って、しらを切り通せばよかったのに。
現に大学以降は、目の前に現れるでもなく付きまといや嫌がらせをするわけでもなかったんでしょ？なんで本当のこと言っちゃったんだろバカだな。スレミンからの意見を聞く中で、イッチは答えを出したようです。みんなありがとう。おかげで少し整理できたし落ち着いた。多分私は旦那と離婚しないと思う。まだ怖いけど、でも好きな気持ちはやっぱりある。年内には旦那の好物を作って、帰っておいでって言いたいな。悩んだらさ旦那さんの今を見て判断した方がいいよ。あなたと付き合い出してから結婚して10年以上一緒にいて幸せだったかどうか。本人はそりゃ怖かったんだろうけど、旦那、結婚して子供もできて嬉しかっただろうね。ずっと好きだった人と結婚して目的終了とかいうやつもいるけど、今ちゃんと幸せに生活してるんだし、これからもうまくいくといいね。旦那、今どんな気持ちなんだろうとか思ってしまう。笑い話になりますように。好感と感が入り乱れる案件だからな。こればかりは報告者が吐き出して整理つけて結論出すしかないじゃない。ある側面だけ見て気持ち悪いとか離断だとかガイアガガヤガヤ感想を述べるだけなら書き込みしなくてもいいんじゃね？結局この人は怖いとか嫌悪感とか書いてるだけで本心は嫌ではないのでは。本当に嫌なら別れてる。いや、再会した時気がつくと思う。女のレイプ願望の一種でもある気がする。別に悪いことでもないと思うのでどうぞお幸せに。レイプ願望とかバカじゃない？ほんと気持ち悪いから。人間の感情は複雑なんだよ。好きと嫌いだけじゃない。白か黒かでしか語れない人は人の気持ちがわからない。今の旦那を好きだという気持ちも、そうなるように誘導された結果なのかもね。旦那は隠してたのが良くなかったね。結婚前に打ち明けてたら全然別だったと思うんだけどな。だって隠し続けるなんて無理じゃん。どうせバレるのに。何度もごめん。肯定的な意見も否定的な意見も、私はどちらも感じていたので本当にありがたかった。みんなに聞いてもらって本当に助けられたので、結論だけ書かせて。旦那に帰ってきてもらうことにした。実はもう旦那に出て行ってもらって2週間以上経ってたんだ。昨日書けなかったけど、昨日一番下の息子が泣いた。幼稚園の年齢なんだけど、あと何回寝たらパパは帰ってくるの？もうたくさん寝たのに帰ってこないと泣いた。寂しいよねとなだめていたら、パパはすごく強い怪獣を倒す修行に出たこと、パパに姉ちゃんたちとママを守れと言われたこと。でも怪獣が怖いしパパはやられちゃったのかもしれないこと。ママの優しさパワーは強いから寂しくなったら牛してもらったら勇気が出ると言われたから何度も頑張ったこと。でもパパがいないからもう頑張れない、と大泣きした。ずっと牛してたら落ち着いたのか、勇気が少し出たと言ってパパが帰ってくるまでは僕が隊長だから、と幼稚園に行った。パパの好きなところ教えてと言ったら、すごく細かいところもいくつもいくつも出てきた。おならが臭いところも好きらしい。小学生の娘たちも、パパ仕事大丈夫？と心配し始めている。家族としての愛情はそう簡単なものではない。娘たちはパパお休みも仕事？日曜にうちらが行ってご飯だけ作っておいておこうか、と計画を立て始めた。私はどうしても怖い気持ち悪いという気持ちが拭えなかったけど、それはこの10年で帳消しにできたと思う。ちょっと語弊があるかもしれないけど、同じことでも好きな人にされたら胸キュン、嫌いな人にされたらセクハラっていうのを思い出した。旦那は私にとってやっぱり好きな人で、旦那が執念深く追いかけてくれた。から今の家庭があるんだと思えた。当時旦那は学校でうまく友達が作れず、両親の離婚で居場所がなかったそうだ。初めて旦那が私の中学に来た時、私がこんにちはと言ったこととその時友達と漫画の話を楽しそうにしていたことで好きになったと言われた。こんにちはと言ったのはど田舎で誰に会っても挨拶するのが普通だったから私にとっては記憶にないけど、やっぱり私は旦那が好きだと思う。義母にも息子が怖い思いをさせてごめんなさいと謝られた。私の通帳に旦那のおそらく全財産が振り込まれていた。旦那は多分離婚するつもりだろうと思う。これから連絡します。私もこんなに連絡もせずに追い出したことを謝ります。皆さん本当にありがとうございます。よく話し合って家族として続けるなら双方カウンセリングを受けた方がいいんじゃね。後々やっぱ無理ってなるより今後どうするか決めておいた方がいいだろうし。悪いところに目をつぶっていいところだけ見ていけばいいんじゃね。逆にいいところに目をつぶって別れたところでストーカー気質なら逃げ切れるかわからんしね。旦那自殺しそう。あなたという生きがいがなくなったらあっさり。どんなに好きでも、普通の人間はストーカーなんかしない。人間の本質は年月経っても変わらない。それが分かっててよりを戻すんなら、それでいいじゃないか。どんなことが起ころうと自己責任、放っておけばいい。まあこの場合、放逐した方が危険そうだけどな。そして世のストーカーのいい手本となった。ストーカーするほど愛されて、その後も大事にされるならいいけど、ストーカーされて殺すと恫喝され、いやいや付き合ってるのに、
その父の脳の中ではなぜか相手側に愛されて追われてる僕ちんと投影するような狂ってるのもいるからな。逃げるのに大変だったよ。仕事も友人も何もかも捨てなければならなかったし。この旦那だと、離婚したら下でストーカーに逆戻りしそう。良き夫、父親でいる間は子供たちのために我慢する。怖い思いを感じたら即離婚。って言い聞かせたら、必死になって良き夫、父親を演じてくれそう。読む限り、旦那さんは、今は、割と誠実で真面目な人だという印象だけどな。でも妻の気持ちや将来を優先するつもりで、俺の気持ち、俺の欲求、押し通してないし。自分の両親にも全て打ち明けてるみたいだから、根はどちらかといえば善良なんだろう。ストーカー行為に走った原因もはっきりしているし、20年以上経った今は精神も成長しうるし原因そのものが解消している。もちろん過去の行動が常軌を逸していて、その点では何一つ正当化できないし、同じ行動を他人が取ってもここまでうまく成就しないだろう。これはすごく特殊なケース。現時点でこれが正解、みたいな白黒はっきりした答えはないと思う。786で旦那がストーカーだったと書いたものなんですが、その後の報告はこちらでしてしまっても大丈夫でしょうか。すれ違いなら移動します。こちらでどっぷりよろしく。よそへ行けとかもういいよというレスは全部無視でよし。一致の状況に大きな進展がありました。ありがとう。では報告します。結論から言うと、旦那には帰ってきてもらったものの記入済み離婚届をもらいました。以下長文になるので、嫌な人はスルーお願いします。あの後旦那携帯に連絡し、帰ってきてほしいと話したら、子供らには何も言わずに一度会って話そうと言われた。旦那すごくやつれてた。謝罪と子供らのために無理して離婚しないのではないかと聞かれた。また離婚した後でストーカーされるのではと怯えて離婚しないのではないかとも聞かれた。旦那は完全に私たちの前から消える、生活費は毎月送る、遠くに転勤もどうやらできそうと言った。私は旦那を好きな気持ちも怖い気持ちもあるし子供らのためという気持ちも自分のためという気持ちもあると言った。旦那は自分の両親が離婚した時のことを話した。旦那両親は旦那が小6終わり頃離婚。原因は旦那父の浮気らしいが、当時は聞かされておらず、お母さんはお父さんのことが好きじゃなくなったと聞かされていたらしい。それまで旦那は旦那父に売り二つだと言われ、反抗期ゆえにうざいと思うことはあるものの普通の父だと思っていたので、親父にそっくりな俺のことも母親は嫌いになるんじゃないかと考えていたらしい。また浮気は旦那幼稚園頃からで、母親は旦那のために離婚を我慢していたことを知った時にとても辛かったと言った。父のことは好きだったけど、母のことも好きだったから母を苦しめる父ならいらないし早く離婚して欲しかったと言った。だからお前は子供らのために我慢するならそれは子供らのためにはなってない。今は知らないからパパ大好きと言えるだけで。ママに怖い思いをさせたことを知ったらそんなパパならいなくてもいいと思えるはずだと言っていた。だからもう一度しっかり考えて、子供らのためではなく、お前自身が苦しまない道を選んでほしいと言われて、その日は別れた。旦那の泊まってる場所も教えてもらえなかった。旦那自殺するんじゃ?と言われたことが引っかかっていたので、旦那に言ったら、笑って自殺だけはしないと言っていた。保険金だけじゃ子供らの成人までには足りないし、今自殺したらお前が私のせいでって思うだろうと冷静に言われてなんだか悲しかった。人の本質は変わらないとするか、人は成長するものとするかで意見が割れるんじゃないかと言われたことを思い出して考えてみた。私は後者だと思う。私だって思い出すのも恥ずかしい黒歴史あるし、喋ったこともない先輩にキャーキャー言って、校内だけどこっそり待ち伏せしたこともあった。旦那の行動は行き過ぎ、異常だとも思うけど、そのこだわり?根性?は仕事への姿勢にも現れていると思うし、良い風に発揮できることもあると思う。子供らのことを抜きにして考えると言われても、子供らはいるわけだし、私は子供らが旦那と遊ぶのを見るのが好きだ。帰ってきてほしいと連絡して、本当にいいのかと何度も確認され、辛くなったらいつでも出していいと言われて離婚届をもらった。帰ってきた旦那に子供らは大喜び、息子は倒した敵の話を聞きたがり、娘たちは学校であったあれこれをずっと旦那に話していた。子供らは夜遅くまで起きていて、ずっと旦那と遊んでいたけど、さすがに寝かせた。旦那に私を追いかけていた時の心境を聞いた。怖がらせないか気持ち悪くないか心配してたけど、私が聞きたかったから聞いた。こんなことしてるお前が好きだったって話ばかりなんだけど、なんか恥ずかしいし嬉しいと思えた。手紙を何度かもらったんだけど、それを渡す時の心境なんてビビりすぎてて笑ってしまった。当時は嫌だと思って無視してしまったけど、旦那が諦めないでいてくれて本当に良かった。何人か彼氏もいたけど、それでも好きでいてくれた旦那に感謝している。美人でもないし、何か取り柄があるとは思えないけど、旦那に好きになってもらえて良かった。
私が大学である地方に行くらしいと聞いたとき、その場所に旦那の会社の支店があって思わず希望してしまい、それが通ったことから、その後も同じ町にいるんだと思うだけで頑張れた。転勤の度に可能な限りついて行ってしまったが、ついて回ったりはしていない。たまにお前のいる店に買い物には行ったけど、と言われた。私は子供服を扱う店の店員だったんだけど、無意味に子供服買ってたらしく、笑ってしまった。よく買いに来てるのを見て、私が旦那を覚えて雑談というか話をするようになったのが付き合うきっかけ。その後店で話す関係が1年以上続き、デートに誘われるも彼氏がいたため断り、その後彼氏と別れて改めて誘われて何度かデートし、付き合った。こんなに私を好きになってくれる人はもういないと思う。ちょっと気持ち悪いと思う部分もあるけど、でも嬉しい気持ちが大きい。自分勝手だけど、親や友人に旦那を擁護されていた時は気持ち悪いし怖いのに、と思っていたけど、ここで旦那を気持ち悪いと言われて少し気持ちが落ち着いた後にでもそんなことないよって旦那をかばいたくなった。めんどくさいババアだと自分でも思う。でも本当にありがとう。ここで話してよかったです。当時の気持ち悪いって思いはしょうがないんじゃないかな。今うまくまとまって本当によかったと思うよ。ああよかった。おつ、一件落着でよかった。今が良ければ過去がキモいくらいはいいわ。みんな大抵過去はキモい。みんな大抵過去はキモい。超納得。今、20年くらい前の大沢たかおのオンリーユーというドラマの DVD 見てたからなんか妙にツボに入ってしまった。人を好きになる気持ちって本来周りから見たら見苦しくてみっともないものなんだよね。なんかうまくまとまってよかったわ。お幸せに。百貨店に入ってる店舗が多く、ややお高めの子供服です。ほとんどはプレゼント用のお客様で、旦那を見て年齢的にも友人の結婚出産らしって重なるよねって思ってました。もちろんたまに自分の子供の服を買う人もいるんだけど、そういう人は明らかにお金持ちというかいい服を着ていることが多いし買う服というか買い方も違うよ。子供のいる人といない人だと見るポイントも違う。旦那はお金持ちそうではなかったし、明らかに子供のいない男性目線の選び方だったから、既婚者だとは思わなかったな。なんつうか一途なのはいいけど、思い込んだらそっちってなるところは直してもらってね。これからは思い込まず、二人で話し合って仲良くしていってください。今さら全部見返してみたけど泣きそうや。幸せにな。よかったよ、安心した。ちゃんと出会ってからの旦那さんを信用してほしいな。ところで、下世話な話だけど、旦那さんのその執着心が仕事ではいい方に活かされてるみたいだけど、他のところで変に出ちゃってることってあった？例えば、好きな芸能人のことを調べまくるとか、子供が学校帰りに何してるか気にしすぎるとか、変なこと聞いてごめんね。ありがとう。付き合い当初から、調べ癖はすごいなと思ったかな。当時は電子辞書を持ち歩いていて、今はスマホで何か気になったらすぐに調べてる。例えば、消費税上がるというニュースを見て、そういえば前回上がったのいつだっけ？ああ、丸年前くらいかな？で終わらずに、何年の何月何日か調べる。そこからさらに消費税の使い方とか、他の国の消費税についても調べたりしてる。昔娘がプリキュアが好きだった時も、今息子が好きなレンジャーものも相当詳しい。芸人とかもテレビでチラッと見て面白いなと思うと過去の動画を何本も見たり、勉強ができるとか高学歴ではないけど、記憶力もいい。娘の友達の名前も、それぞれどんな子で娘と何をした子かも覚えてる。私は別の子と混同しちゃって娘によく怒られてるのに、子供らが何してるかを気にしすぎるのはなかったかな。私も結婚前から束縛されたことはない。あとは一度好きになると長いかも。私は好きな映画や音楽がコロコロ変わるけど、旦那はずっと同じアーティストや同じ本を何度も繰り返し楽しむ。小学生の頃から好きな作品とかもまだ飽きないらしい。長い月日の中でストーカー愛情の押し付けからちゃんと愛情に変わってる。どこまでも、俺、私、目線でしか考えられない、欲求の塊みたいな人間がストーカーになると思ってたけど、0.00何%かでこういう人もいるんだね。どこまでも、俺、私、目線でしか考えられない、欲求の塊みたいな人間がストーカーになる。こっちの方が圧倒的に多いから困るんだよね。ほんとしつっこいし。ほんとそれ。付け加えるなら幼少時から親に甘やかされて、何不自由なく育てられるとかなりの高確率でストーカー化する。言えてる、920。何も知らない人は金持ち息子羨ましとか思うかもしれないけど。親は金持ちでも本人は稼ぐ能力皆無で使う能力だけが異常に発達してて、親もこんなクズを育てといてもはや持て余してて、誰かに3回息子を押し付けたくて必死、もう自分の財産をこれ以上吸い取られたくなくてよそのお嬢さんに押し付けようとするんだよね。で、親子ぐるみでしつこいしつこい、母親が最後まで責任取れよ。下半身も含めてな。
警察24時にも取り上げられたストーカー事件の犯人とその家族がまさにそれ。てか長文です、そろそろうざいね。ごめん、ロムに戻ります。本当にありがとうございました。いかがでしたか。イッチは最終的に夫とこれからも一緒にいることを選びました。賛否両論あるかと思いますが、イッチがしっかり考えて出した結論なら応援したいですよね。長い月日の中で愛情の押し付けからちゃんと愛情に変わってるという意見が出ていましたが、まさにその通りで、今のイッチの夫は自分のことだけでなくイッチや子供たちのことをちゃんと考えてくれていそうですよね。今回の動画は以上です。このチャンネルでは今後も2チャンネル、5チャンネルの面白いスレや感動スレ、伝説のスレを紹介していきます。よろしければチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。